こんにちは、ともです。今回はとっても楽しみにしていたトラベラーズノートの東京エディションを開封していきます。よかったらご覧ください。東京エディションはトラベラーズカンパニーの拠点でもある東京にフォーカスしてデザインされたトラベラーズノートとそのカスタマイズアイテムになってます。4月の25日発売で、私は発売日当日東京駅のトラベラーズファクトリーで購入してきました。発売情報が出てから SNS でもすごい反響だったので、これは人気になりそうだなと思って早めに行ったんですが、お店が10時オープンで私が到着したのが9時15分でしたね。その時点で整理券の番号が29番だったので、おそらく9時前からもう列が並び始めてたのかなっていう人気ぶりでしたね。当日は1人につき1アイテム1点までという購入制限もできていたので、なるべく多くの方がお買い物できるようになってましたね。無事にお目当てのものを購入できたので、1つずつご紹介していきます。まずはとても気になっていたブラスチャームからご紹介します。たい焼きと桜がモチーフになっていて、東京のおやつの定番がたい焼きっていうので、たい焼きが採用されてるようですね。すごく可愛くて、このようにトラベラーズノートにつけるとちょうどいいサイズ感になってるみたいです。早速開封していきます。ブラスチャームの値段は1760円でした。近くで見るとたい焼きがとっても細かくてすごく可愛いですね。桜もすごく小さくて可愛いです。桜のチャームは中目黒のスターバックスリザーブの桜のチャームも持ってるんですが、比べてみると本当に小さい桜で、これもすごく可愛いですね。こんなに小さいブラスチャームは初めてじゃないですかね。お次も楽しみにしていたステッカーセットになります。こちらは10枚入りで770円でした。デザインがこんな感じになっていて、東京にゆかりのあるものがモチーフになっているんですかね。開封して見ていきたいと思います。まずはお相撲さんのシールですね。確かに国技館があるので東京っぽいなっていう感じがします。そしてスワンボートのシールは井の頭公園ですかね。井の頭公園のブルースカイコーヒーが大好きです。そして江戸前寿司のシールもありますね。あと金ピカのたい焼きのシールもありました。今回たい焼き推しなんですかね。そしてこちらが桜ですね。東京も桜の名所が多いので入れていただいたのかなと思います。そして東京タワーや雷門が見えるステッカーも入ってました。東京の文字がインパクト強い提灯のシールは雷門ですかね。江戸から全国に広まったと言われている招き猫ですね。醤油ラーメンは浅草が発祥だと漫画で読んだことがありますね。今回のステッカーセットで一番お気に入りのクリームソーダも実は東京発祥らしいですね。歴史を調べてみたら面白かったです。それではいよいよ本体を開封していきたいと思います。まずパッケージの箱の色がいつもと違うなっていう印象でしたね。ちょっとドキドキしながら開封していきます。トラベラーズノート東京エディションはトラベラーズファクトリー以外でもロフトや東急ハンズ、あと本屋さんや文具店などでも取り扱いされているようなんですが、今どこも在庫が品薄だったり在庫切れが続いているようなんですけども、公式を見ると7月7月ですねに再販予定になっていたので、今回まだゲットできていない方も購入チャンスはあるかなと思ってます。東京エディションに入っているのはこんな感じですね。限定リフィルとカバー、あとコットンケースと、あとスペアのバンドもついています。ずっと楽しみにしていたので、早速開封していきます。
まずはこの帯というんですかね、パッケージにいつもついてる帯がいつもより贅沢で、ここも白押しみたいになってますね。色は東京タワーとか雷門みたいな、ちょっと朱色っぽい色でとっても綺麗です。ちょっとこれは使うのもったいないので取っておこうかなって思います。それでは箱を開けていきます。箱いつもこんなに白くないですよね。裏目やっぱいつもよりちょっと違った特別感のあるパッケージだなって思いました。スペアのゴムが朱色になっていて、これも東京タワーの色なんですかね。やっぱりこの朱色っていうのが江戸東京っぽいカラーの一つなのかなってちょっと思いました。ではでは、コットンカバーから手帳とご対面したいと思います。コットンカバーもいつもより白い気がしてますね。それでは開けていくと、オーロラの白がとっても綺麗です。一番上が山で、その次が東京タワーですね。で、山手線の路線の丸とちょっと間隔が空いて、江戸前寿司の景ですね。そしてイチョウに桜。イチョウは東京のなんかマークに入っている葉っぱですよね。すごく綺麗です。山は愛宕山なのかな、高尾山ですかね。ちょっとどっちかわからないんですが、黒のトラベラーズノートはいつか欲しいなって思っていたカラーで、初めて今回ゲットできたので、それも嬉しかったですね。それでは早速中のリフィルも見ていこうと思います。オーロラ箔本当に綺麗ですね。ゲットできてよかったです。そして開いてみるとリフィルがちょっと透けてるんですが、あーすごい素敵です。ステッカーにも入っていた東京にゆかりのあるモチーフがたくさん並んでいて、とっても素敵ですね。これは特別なリフィルになりそうです。後ろも可愛いトラさんみたいなデザインですね。中は真っ白な MD ノートになってます。リフィルを取り外して細かく見ていこうと思います。朱色の箔がとっても綺麗な表紙なんですが、赤い電車は銀座線ですかね。あとはスクランブル交差点に、あとは東京湾の花火大会、あんみつは三橋さんですかね。国運タワーもあるので新宿も入ってそうですね。真ん中が山手線のサークルの中に東京って書いてるのが個人的に好きですね。これは亀有ですかね、柴又とかですかね。ちょっと虎さんっぽくて素敵な表紙です。表紙を開いてみると、今までのリフィルでは見たことなかったページで、東京の好きな場所や食べ物を書き込めるようになっています。で、普段のトラベラーズノートの付属のリフィルだとクリーム色の MD ノートかなと思うんですが、こちらは真っ白のリフィルになってますね。最後のページが吹き出しになっているのも面白くて、出会った方とかお店でメッセージを書いていただいたりとか、スタンプをしたりに使えるっていうのが、これはすごく素敵ですね。このリフィルは私東京の路線巡りで使いたいなと思っているので、そこのスタンプを集めていきたいななんて思ってます。リフィルを戻してたい焼きチャームをつけてみたので手帳を閉じてみます。このバンドに通してみると、たい焼きチャームのサイズも表紙の東京の文字に合うサイズ感で作られてるのが分かって、より愛着が湧きましたね。すごい可愛くなりました。桜のチャームは他のトラベラーズノートで使おうと思うので一旦取っておきます。購入記録をトラベラーズノートダイアリーに残していきます。文房具の購入記録とかイベントの記録を残してるんですが、ステッカーが増えてきて最近見るのが楽しくなってる一冊です。
今回はたい焼き推しに感じたので、たい焼きのあのシールを使っていこうと思います。こんなに金ピカなたい焼きはなかなかお目にかかれないので、思い出の一枚になりますね。すごい存在感があるシールが追加されました。ステッカーを貼ったら購入品記録を残していきます。先日ご紹介した文具の博覧会の次のページを使っていきます。東京エディションのパッケージ内容を貼って、トラベラーズファクトリーのあのお店の封を閉じるときに貼っていただいたマステを貼っていきます。このマステ毎回購入記録で貼っちゃうんですが、お店でも販売されていたかなと思うのでちょっと欲しくなっちゃってますね。そしてパッケージのこの袋の裏についているこの文字の部分ですね、ここをカットして貼っていきたいと思います。カットできたらテープのりで貼り付けをしていきます。パッケージについていたものをそのまま貼ったり、カットしてあの切り貼りするだけの記録帳ではあるんですけども、まあ、この時にこの手帳やノートと出会ったなみたいな、ちょっと思い出にもなる記録帳になっていて、最近この、 あの記録をつけるっていう作業が楽しかったりしてますね。ブラスチャームのパッケージの裏の東京エディションの手帳のあの絵がとても可愛いので、これもカットして貼っていきます。東京エディションの絵を少し上の方に貼りたいので、先に貼ったお店のマステは下の方にずらしていきます。そして東京エディションの絵はちょっと厚紙なので、テープのりじゃなくて両面テープで貼り付けをしていきます。最後に日付を入れて購入記録も完成です。シンプルな購入品記録になったんですが、年末とか1年後とかに振り返るのが楽しみですね。はい、これで購入記録ができました。今回は東京エディションの開封動画だったんですが、まだ購入できてない方も7月に再販あるらしいので、狙ってみていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。